ナビゲーターの彩香です。人類が皆平和に仲良く暮らせるようになれば、地球という星はもっと素晴らしいものになるんじゃないかな、なんてみんな子供の頃一度は考えたことがあるんじゃないでしょうか。でも実際はそれぞれの国の利権やメンツが絡み合い、お世辞にも仲良くなんてできないのが現状ですよね。でも損得や利害を無視して行った行動っていうのはやっぱり心に響くんです。今日お話しするのは、日本っていうちっぽけな島国を愛してやまない国を紹介したいと思います。そこにはただ日本が好きだっていうだけでなく、好きになった大きなきっかけがあったんです。親日国、読んで字のごとく日本に親しみを持っている国。みんなも知っての通り、日本は第二次世界大戦で世界中を敵に回して戦ったよね。特攻や腹切りなど西洋人の想像を超える戦法の数々はたくさんの悲しい事件を生んでしまったんだ。普通に考えれば世界中から敵視されてもおかしくないよね。ところがそんな悲惨な過去があったのにもかかわらず、日本を大好きって言ってくれる国が世界にはたくさんあるんだ。ポーランド。第一次、第二次と世界を二分する戦いに巻き込まれたヨーロッパ。そんなヨーロッパにおいて最も日本を愛してくれている国がポーランドなんだ。第二次世界大戦では日本と同盟を結んでいたドイツに侵略されたポーランド。それでも日本愛が変わらなかったのは大正8年に起きた事件がきっかけだったんだ。当時ヨーロッパはロシア革命の波を受けて大混乱の状態。強大なロシアの支配から抜け出し独立を勝ち取ったポーランドだったけど、多くの捕虜がロシア国内に囚われたままだったんだよね。中でも戦災孤児となったポーランドの子供たちは極寒のウラジオストックに囚われており、深刻な状況だったんだ。ポーランド救済委員会は世界中に SOS を出したんだけど、その時速攻で行動に移した国が日本だったんだ。要請を受けた外務省はすぐに日本赤十字社に救助を依頼。陸軍、海軍とも協力し、2週間後にはウラジオストックから福井県の敦賀港に子供たちを搬送したんだ。そしてこの時、軍や警察だけでなく、地元敦賀の役所や一般市民が総出で孤児たちの世話をしたんだって。病気の治療だけでなく、お菓子や温かい食事でもてなした結果、子供たちはだんだんと元気を取り戻したんだ。結局750人を超える孤児たちが無事救出され、翌年ポーランドへ帰れることになったんだけど、ほとんどの子供たちが日本を離れたくないと言って泣き出しちゃったんだって。最後はポーランドの国歌と君が代の大合唱で船出したらしいんだけど、感動しちゃうよね。この子供たちがその時のことをずっと語り継いでくれたおかげで、ポーランドの人たちは今でも日本のことが大好きなんだって。パラオ。第一次世界大戦が終了し、それまでドイツの植民地だったパラオは日本の植民地へと譲渡されたんだ。植民地っていうと王国が搾取するってイメージが強いけど、日本はそうじゃなかったんだね。日本はドイツ植民地時代にはほとんど未開と言っていい状態だったパラオに学校や病院などを建設、また道路や発電所といったインフラを整備して人々が生活しやすい基盤を作っていったんだ。もちろんこれは日本から移住しやすいようにという考えもあるんだけど、西洋諸国と決定的に違うのはパラオの人たちの文化へはノータッチだったってこと。宗教や文化を押し付けることはせず、パラオの人たちは文明の恩恵に預かる代わりに自分たちの文化を手放すなんてことは必要なかったんだね。そして決定的なのは第二次世界大戦。パラオの南にペリリュー島って島があるんだけど、ここは太平洋戦争でも屈指の激戦区となったんだ。日本軍1万名に対しアメリカ軍5万人。艦船をほとんど持たない日本に対し、アメリカ海軍は戦艦5隻、空母19隻、巡洋艦9隻、陸上兵力も日本側が追撃砲200門、戦車17両に対し、アメリカ軍は火砲バズーカ合わせて1000門、戦車117両というチートぶり。火力差は数百倍と言ってもいいんじゃないかな。もうね、普通なら戦う前にギブアップだよね。でもね、日本軍はこれだけの戦力差がありながら、なんと米軍を2ヶ月以上も足止めすることに成功するんだ。
結局この戦いで生き残った日本人は捕虜になったものを除けばたった34名、全滅だよ。アメリカ軍側も2000名以上が亡くなっている。ほんと悲惨な戦争だよね。でもね、これだけの激しい戦争だったにもかかわらず、ファラオの民間人の被害者はゼロだったんだ。当時の人の話なんか聞くと、ファラオの人たちの中には祖国を立派にしてくれた日本と一緒に戦いたいって人が結構いたんだって。でもね、日本軍は誇り高い帝国軍人である自分たちがお前たちのような原住民と共に戦えるかと言って追い払われたんだってさ。みんなそれを聞いてがっかりしたらしいんだけど、脱出用の船から見たら日本兵がみんな港まで来て敬礼したんだって。みんな思ったらしいよ、自分たち現地の人間を戦いに巻き込みたくないからあんなことを言ったんだって。戦後パラオはアメリカの植民地になったんだけど、そこでは徹底した反日教育がされたんだ、学校でも会社でも。でもね、みんな家に帰ってその話をするとお父さんやお母さん、おじいさんたちからそんな話は全部嘘だって教わっていたんだ。だから誰もアメリカの言った嘘の教育に騙されることなく、今でも日本大好きでいてくれるんだね。だってパラオの公立高校では第二外国語が日本だし、州によっては日本語が公用語にもなっているんだよ。インドネシア。1万3000もの島からなるインドネシア。今では多くの観光客が訪れる常夏の国も親日国として有名なんだ。インドネシアが親日になったのは第二次世界大戦の後、オランダの植民地だったインドネシアを武力で奪い取った日本。インドネシアには豊富な原油があり、日本は絶対に手放したくない地域になった。でも戦局が悪化し、インドネシアの人たちの感情も次第に悪化してしまうんだ。そこで残念だけど、インドネシアの独立を認めるよっていう声明文を出したんだよね。ここまでは孫徳が絡んだお話で、だからって感じ。問題はこの後なんだ。日本がせっかく独立を認めたのに、オランダは再度インドネシアを植民地にしようとしたんだよね。我慢の限界だったインドネシアの人たちは独立戦争を起こすんだ。日本統治時代に訓練を受けていたとはいえ、正規の軍隊と民間のレジスタンスじゃ戦いにもならないよね。でもこの戦争の時、軍籍から離脱した3000人余りの日本人がインドネシアの人たちと一緒に戦ったんだ。満足に武器のない中、時には竹槍や棍棒なんかで戦ったっていうからすごいよね。そしてこの戦争は4年間も続くんだ。そのうち世界からも注目され、弱い者いじめ感の強かったオランダは次第に世界中から非難されることになり、1949年とうとうインドネシアの独立を認めたんだ。そして有志で参加した3000人の日本人は3分の1が戦死してしまったんだって。さて、いかがだったでしょうか。世界にはたくさんの親日国があることが分かっていただけたでしょうか。今回紹介できなかった親日国にも感動するエピソードがたくさんあるので、次の機会に報告しますね。戦争なんて絶対起こしてはダメだし、以下するつもりもないですが、そこで起きた真実を正しく後世に伝えることがいかに大切かって分かりますよね。戦後連合軍によって徹底した反日教育を受けた私たち日本人より、よっぽど正しい歴史を知っている国が世界にはたくさんあるんですね。私たちも同じようにこういった親日国の人たちを愛し続けられたらいいですよね。そうそう、東京オリンピックの時にパラオの国旗を見てみてください。日本愛が溢れすぎていますよ。というわけで、今日の話題も楽しんでいただけたでしょうか。コメントや評価で応援してくださいね。それじゃあまたね。バイバーイ。